はい、こんにちは、ケンです。2024年6月1日ですね。現在長野県のここはですね、美しが原高原美術館に今います。というのも6月1日はですね、ヴィーナスラインを走るね、コペンの深いビーオフというものがございまして、去年ね、私は参加したんですけれども、今回はですね、ビーオフの道のりの反対車線を走っていて、ビーオフの皆さんに手を振りまくるというオフ会、通称裏ビーというらしいんですが、裏のビーオフみたいな感じでですね、そちらの方に参加しています。ということですね、今出発しました。ちょうどね、13時になったところで、皆さんね、駐車場からどんどんコペンが出ていってる状態です。これからですね、こう走っていくと対向車線にですね、ビーオフに参加されているコペンの皆さんとすれ違うんですよね。非常にたくさんのコペンとすれ違うということで、野営をね、永遠にしまくれるという、オフ会になります。非常にですね、今日は天気が良くて、本当に風も涼しくて素晴らしい天気です。ただやっぱりね、標高が高いので直射日光がね、かなり暑い感じですが、皆さんね、エアトップだったり帽子だったりサングラスだったりと、そういったアイテムをですね、駆使してヴィーナスラインを楽しむということになっております。それではですね、今回の動画はね、もう垂れ流しです。目的としてはですね、このビーオフの方に参加されている皆さんの野営をね、全て映しちゃおうっていうね、そういう作戦でございます。私も頑張って手を振りたいと思います。多分ね、面識のね、ある方たちがですね、ビーオフの方に出ているということで、多分あの車は誰のだみたいなね、そんな感じの走りにはなるかと思います。私は前回表のね、ビーオフっていうね、分かりづらくなってしまうので、表と裏という皆さん表現をしているんですが、要はね、オフ会の参加費を払って、食事だったり、皆さんと食事だったり、オフ会のね、イベントに参加する企画を表の、表っていうか、それがね、ビーオフなんですけれども、そのビーオフの反対車線を走って皆さんとね、野営しまくるっていうオフ会が裏ビーです。要は裏ビーの方たちは表のね、ビーオフのゴール地点に集合していて、表の方たちがスタートしたと同時に裏もスタートしてすれ違うという三段になっています。非常にこのね、長野県のヴィーナスライン、去年走ったんですが、もうね、本当に美しい風景で、今回は2度目なんですけれども、2度目ということでね、少し余裕を持って山道をね、走れるのかなと思っております。前回はですね、やっぱり野営をね、するタイミングっていうのが、カーブのところでもね、もう熟練の人たちはね、余裕で手振ってますけれども、やっぱりね、道に慣れてない方たちはカーブではね、無理に手を振らなくてもいいのかなと思っておりますけれども、できるだけ手をね、振っていきたいと思います。それではですね、結構なぐねぐね道であり下りであったりするので、運転にね、集中していきたいと思いますので、ほとんどね、この動画は無言になりますが、よろしくお願いいたします。一応裏ビーのね、ゴール地点までの動画ということにしておきます。それでは行ってきます。
ましたね。結構台数がすれ違い始めましたので、これからね徐々に通過していくのかなと、すれ違っていくのかなと思います。
ちょうど白樺湖のところですね。ここで終わりなのかな。たくさんのね、コペンとすれ違ってですね、非常に楽しかったですね。裏火に関してはですね、ひたすらまあ走って手を振るというね、シンプルなオフ会なわけですけれども、非常に楽しかったです。なんてね、このほのぼのとしたというか平和というか、そんなオフ会なのかなと。それじゃあですね、これで終わりたいと思います。グッドボタンやコメントお待ちしております。またチャンネル登録もねしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。